はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、実はホロサイトがなくなりそうな件ということで、ホロサイトすげえ人気の高いね、まあ、高額照準器だと思うんですが、実はね、ホロサイトには致命的な欠陥があって、アメリカとかではね、廃棄が進んでるんだけど、実は巻き返してくる予兆もあるっていう、まあ、そういうね、ちょっと不思議な話をね、この動画ではしていきたいと思います。で、時はちょっと遡り、3年ぐらい前の話ですね、2015年、の話なんですが、アメリカ海軍のね、海上戦センターっていう場所があるんですね。まあ、武器の調達とか研究とかもいろいろやってる場所なんですが、まあ、そこが発表したんですよ。何を発表したかっていうと、まあ、すげえざっくりまとめるとね、普通の気温の時にイオテックのホロサイトを調整しても、マイナス40度とかね、メーカーは普通に動くよみたいに言ってるけど、マイナス40度とかになると、標準狂うやんっていうね、まあそういうことを発表してですね、で、しかもこれね、なんていうんですかね、まあもともとこう、なんていうのかな、分かってるんだよねっていうね、うん、これ新しく分かって、まあフォロワーのヨテックはそれを謝罪しすぐ直しました、ちゃんちゃんっていう話だったら、なんかそんなにまあそっかって感じであんまりこうまあねなんてうんって感じだけど、そうじゃなくてこれなんかヨテックずっと分かっててこれ隠蔽してたでしょっていうね、まあそういう話になって、お前何やってんだよって話になってこうなったっていう、そういうことなんですが、まあね、まあそれでこうすげえ揉めたんですけど、またそれでね、まあやれ裁判だぜみたいなごちゃごちゃなったんですが、まあそれはさておき、最初に分かったのは、この現象がね、この温度のね、関係で荒ぶるっていうのが分かったのは、少なくとも2007年ですね。2007年の冬にノルウェー軍のコンペで、まあノルウェー軍ね、まあ北欧なので、まあいろいろこう低温時の実験とかいろいろやりまくったんでしょうね。で、その時に、温度の変化によって、イオテックのホロサイトのレティクル、あの赤いやつですね、あのレティクルが、膨張変形するっていう、まあそれが分かったんですね。で、そうやって膨張したり変形したりとかするっていうのが、要するに温度が変わると物ってこうね、膨張したりとか変形するっていうのは、まあなんとなくこう昔理科とかでやったと思うんですけど、まあ鉄とかもそうだよね。めちゃめちゃ気温が上がると鉄変形するから鉄道のレール曲がったりしますが、まあそういうのと一緒で、まあ微妙にこうホロサイトって中身かなり特殊っていうかすげえ複雑なので、まあそれでこう温度がね変化するとその熱の膨張で、まあ変形したりとかするよってことが分かってきたっていう。で、さらにですね、2008年、翌年ですね、2007年の次の年、2008年にですね、多湿な場所、湿度が高い場所に置いとくと、ホロサイトはね、ホロサイトは密閉が超完全に密閉されてるわけじゃないので、まあ、湿気が内部に溜まっていっちゃって蓄積されて、ガラス材、このホロサイトの中の板ですね、レンズの部分と、レチクル自体が曇って見えにくくなるってことが分かったということはね、まあ、いろいろこう問題になったわけですよ。で、だがしかしですね、まあこれね、もうしょうがないから、解決するじゃないですか、普通メーカーだったらね。まあなんかいろいろ問題が分かったら解決するっていうのが、まあデフォの話じゃないですか、よくある話なんですが、まあしょうがないから解決できず、何年もごまかしてたんですよ。で、それが、こう、もうやっと2015年、まあ約7年後ですよね。それで揉めて、お前何やってんだよって話になって、こう、もう今に至るというかね、まあガチャガチャやってるわけですが、まあさらに同じ時期にですね、2014年、またまあ大体この、アメリカ海軍の海上戦センターがいろいろ発表する、まあ、ほぼ同じ時期ですが、FBI がね、FBI が装備の試験中に、このホロサイトを使うと、まあそもそも、なんていうのかな、標準器が狂うとかそういうのもそうだけど、そもそもさ、っていう、温度変化でレティクルが移動するってことが分かったって、これはサーマルドリフトっていう現象だってことになったんですが、まあ、なんていうんですかね、まあ温度を変えると、まあレティクルって普通当たり前だけど、ずっとこう定点カメラで撮っとけば、こうさ、当たり前だけど、ずっと同じ場所を示し続けるはずじゃないですか、当たり前だけど。でもそうじゃなくて、温度を変化させると、そのレティクル自体が移動するってことが分かって、で、じゃあどれぐらい移動すんのって話になってですね、また登場する海軍の海上戦闘センター、そこがですね、まあ協力してもらってですね、まあ、だいたいどれぐらい移動するかっていう、まあ実験の結果分かったのが、91メートルの距離で撃った時に、狙った場所から15センチから30センチぐらいずれるってことが分かったと。91メートルで15センチから30センチずれるってことは、まあまあですよね。100メートルぐらいで30センチずれるとしたら、まあまあでしょ。ねえ、だってこう三角関数をまちょっとやれば分かる話ですけど、100メートルの距離で30センチずれるってことは、200メートルで何センチみたいな、みたいな、なんか分かんないけどみたいな、僕抜け出しみたいな、まあ、そういう感じですが、まあめちゃめちゃこうずれるやんけって、そういう話になったということでですね、結果ですね、アメリカ政府とですね、イオテックは裁判になります。すげえ裁判になるわけじゃないけど、厳密に言うとね、アメリカ政府にね、まあ詐欺で提訴されます。アメリカ政府は要するに、イオテックは
そういうことが分かってたのに、虚偽の情報を伝えて、で、アメリカ政府を騙して買わせたってことで、まあ、詐欺で提訴されるわけですね、イオテックが。で、イオテック結果ね、どうなったかというと、31億円支払いました。すげーみたいな、31億円だぞみたいな、日本人の普通の障害賃金の10倍から15倍だぞみたいな。まあ、それぐらい払ってですね、すげーっていうね、マジかーみたいな。まあ、そんな感じで、今に至るんですが、実はですね、まあじゃあ、こう、順調にね、こう、アメリカでは、なんていうのかな、まあ、イオテックのサイト、てか、ホロサイトは廃棄が進んでるらしいんですけど、実はですね、その廃棄が進んでて、じゃあもうイオテック終わったわみたいな、もうオワコンイオテックみたいになるかというと、そうではないんですよ。何かというと、まあ実はですね、しかし2018年、まさに今の秋なんですよ。なぜこの話に今更引っ張ってきたかみたいな、もうなんていうんですかね、もう何年も前の話じゃないですか。だってこの2015年とかに分かってるからさ、まあもう2、3年ぐらい前の話なんですよね、実はね。でもなんで今の時期にまた引っ張ってきたかというと、この話をね、まあそれは単純にネタがないからっていうね、こっちの都合もあるんだけど、そういうことみたいな、それでいいのかって言われるとちょっとわかんないですけど、それはさておき、なんで引っ張ってきたかというと、なんとですね、ドイツ軍がですね、HK416 を、まあ、なんていうのかな、特殊部隊向けに採用してるんですけど、その時にですね、今年の、秋、9月ぐらいの発表かな、HK416 にホロサイトが復活するっていうね、マジか、みたいな。新しくまたホロサイトの採用が決まったっていうね。で、そしてですね、それもブースターがついてるんですよ。まあ、フリップサイト、フリップじゃねえ、フリップオンする、こう、ガチャって切り替えるタイプのブースターみたいなやつですね。それが、ついてるやつと一緒にこう採用するみたいな話になって、で、そして、もうこのホロサイトって意外とこう、荒ぶるやんみたいなことを発表した、アメリカ海軍の海上戦闘センターもまたイオテックと27億円の契約を結びました。31億円の賠償金を支払って、まあ27億円の、まあなんだろう、まあ契約を結んだので、まあトントンというか、まあみたいなね。そもそもイオテックの31億円の、なんていうの、提訴された時の、まあなんていうの、支払いも、ほぼほぼあれらしいんですよ。アメリカ政府に売りつけた分のイオテックの売り上げらしいんですね。だからまあ、みたいな。まあそっか、みたいな。なんか、トントンというか、またちょっといいじゃん、みたいな。まあそういう話で。で、イオテックと27億円の契約を結んだんですが、まあ超最近ね。まあそれで、じゃあ何を、契約って言ったって色々あるじゃん。例えば、物を売りつける契約なのか、例えば、訓練を提供する契約なのか、色々あるんだけど、まあ何をまず契約したかっていうと、CQB サイト。まあ、CQB サイトってことはクロスクォーターバトルサイト。まあ本当に多分まあホロサイトなんじゃねえかみたいな。あとは、このホロサイトとクリップ音式マグニファーって、まあ要するにブースターですね。こう、フリップしてこうやって倍率変えられるやつで。なんでね、ブースターをホロサイトってよく合わせるかっていうそういう話なんですが、ブースターを使ってもホロサイトは、レティクルが大きくならないんですよ。で、ブースターを使うと、拡大するので、普通はね。普通のドットサイトだとドットもでかくなるんだよ。で、それなんでなのっていうと、僕は理系じゃないし、そんな超ね、光の、まあ、光学ね、光学に別に超ウルトラマニアではないから、まあ、知ったことじゃないけど、まあ、そういうことになってんだよ。まあ、知らねえ、俺はっていうね。まあ、そういう話なんですが、まあ、そんなことで、まあ、一応契約が結ばれて、まあ、多分、おそらく、まあだから、新しいホロサイトが出るんじゃねみたいな。まあそうは言っても新しいホロサイトが出るんじゃねえかなとは思うんですけど、まあ結局のところですね、まあ何年か経って、また今ね、まあ新しいホロサイトが出るのかどうかわからないですけど、また新しくイオテック。まあ、一時期ね、もうイオテックなくなんじゃねえかみたいな。めっちゃこうアメリカとかでも不買運動じゃないけど、なんていうのかな。こう、まあ荒ぶった時というか、FBI とかもさ、ホロサイトやめたしさ、どうなるのかなみたいになりましたが、まあ、結局、また、押し返してきているという。まあ、そんな感じですね。で、ちなみになんですけど、もし、ホロサイト新しいやつ発表あるとしたらいつなんですかみたいな。例えば、要するにこうやってサーマルドリフトするっていう現象が分かって、で、そのサーマルドリフトに対応した、まあ、そうやってサーマルドリフトに強い、ホロサイト新しく出すとしたら、まあ、いつなのみたいな話ですが、まあ、なんとなく僕のちょっとした予想ですが、ショットショーの時期じゃないかなっていう、ショットショーって、まあ、銃の展示、銃ってか、まあ、そういうハンティングとか武器の展示会みたいなやつなんですけど、まあ、ショットショーがあるのが、年明けの1月の上旬なので、まあ、それぐらいの時期になんか分かるかもしれないという、まあ、そんな感じですね。はい。というわけで、まあ、大体こんな感じの話なんですけど、まあ、ちなみになんですけど、ちょっとちなみに情報なんですけど、最近ですね、イオテックは新しい商品のラインナップとして、グリーンのレティクロのね、ホロサイトを出したっていうね、まあなんていうんですかね、今まで赤しかなかったんですけど、まあグリーンに変わって、グリーンに変えた方が視認性が高いって話になってですね、グリーンに変えたので、まあもしかしたら、
イオテックのホロサイトをグリーンに変えたし、他の会社のサイトのレイティクルも赤じゃなくてグリーンに変えてくるかもしれないというね。まあそんな感じですね。まあこれからもイオテックのホロサイトね。まあなかなか特殊なサイトなので、どうなるかわかんないですけど、まあそんなこんなでね、意外となくなるかもしれないってめっちゃ騒ぎになったけど、まあちょっとまた押し返してきてるぞみたいな、まあそんな感じでね、この話は終わりたいと思います。まだこの試合途中ですけどね、まあ何はともあれね、この動画ね、ふーんっていうふうに思っていただけたらですね、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中野人ゲーミング、中野人でした。